シブリエボプラザホテルセブリエボは、ブルガリア北西部の町、及び、それを中心とした、基礎自治体。ガブロボ州に属する。セブリエボは、ブルガリアで最も豊かな町の一つとして知られ、経済的に開発が進み、就業率も高く、アメリカンスタンダード社をはじめとする、ブルガリア国外からの投資も多い。この地域に人が居住していた最古の痕跡は、 新石器時代に遡る。複数のトラキア人の墳墓が現在も残されている。ホタリチ要塞は中世の要塞都市である。ここには千人以上が住み、重要な防衛拠点として機能していた。ホタリチ要塞は何、世紀にもわたってセルビと呼ばれる集落と共にあった。19世紀中頃、工芸の発展によって工芸職人の社会に、 多くの富が集まるようになった。オスマン帝国やヨーロッパ諸国、ロシアへの商用旅行によって知識は強化された。1834年、預言者聖エリア聖堂が修復され、1836年には中世のバトシェイボ修道院に修道院が修復された。1850年代の半ばには、ブルガリア民族復興時代の名高い巧みである古流。 フチェトによって、ロシサ川に、石橋が架けられた。1844年には、富と、名声ある職人で商人であるハッジストヤン・ニコロフは、自身の財産を、大きな学校を作るために投じた。1870年、自由の使徒と呼ばれた、ブルガリアの革命家、バシルレフスキの直接の指導によって、革命委員会が組織される。委員会は、 セブリエボの住民を集め、1876年の4月放棄を準備した。この地域のブルガリア人たちは放棄において重要な役割を果たした。オスマン帝国による支配は1877年7月2日に終わった。主要な文化施設として公民館施設があり、その歴史は120年を超える。まだベルチェバ文化の家は新しく、 文化的模様の拠点となった。セブリエボ基礎自治体には、その中心であるセブリエボをはじめ、以下の町村が存在している。ありがとうございます。